はい、皆さんこんにちは。ヨガジェネレーション代表のミキゾーでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日もリストラティブヨガ講師であり自律神経アンバサダーの川原智子先生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は智子先生と撮影を進めてまして、今日2本目でございます。前回はですね、なんでリストラティブヨガって道具を使うのって、うん、まあそれは重力の解放だみたいなところの、2層ですね、核の部分を、お話ししていただいてますので、よかったら遡って見てきていただいて嬉しいんですけれども、今日のですね、はい、テーマは前回、前々回、ちょっと前にその〇〇を変えれば自律神経が整うシリーズみたいなのあるじゃないですか。〇〇が自律神経に秘密があるよシリーズってあるじゃないですか、はい、で前回は枕を変えるとっていうことだったでしょ。そうですね、そのシリーズで、まあ、なんか新しいの1個あればっていうところでありますか。ありますか。あるんです、あるんです、あるらしいんです。僕は今日初見でその理論を聞こうと思うので、じゃあ姿勢を正して聞きたいと思います。あれだよ、疑問に思ったら突っ込むからね。はい、よろしくお願いします。はい、朝ごはん朝食に、まあ、こだわると自律神経のバランスが整いやすくなる、生活に生かしやすい自律神経を整える暮らし方シリーズ、すすめシリーズ第2弾は食事です。どん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 、朝ごはんです。特に朝ごはんです。そうそう、朝ごはんです。朝ごはん、いや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 ご飯ですよ。なんか枕だったらね、睡眠っていう意味でね、なんか睡眠の質だけど、朝ごはんってなんかすごい交感神経高まりそうなイメージがするけどね、うん、ご飯を食べるっていう行為はなんかそうですね、うん、でも消化すると眠くなるってすごい。そう、消化を司っているのは実は副交感神経なんですね、うん、だよ、眠くなるもんね、うん、そう、確かに副交感神経がしっかり働いてくれないと食べたものを消化しきれないから、うん、はいはいはい、ストレスが胃に来るとかってよく言いますよね、うん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 、でストレス性で胃潰瘍になっちゃったりとか、うん、ね、腸がこう過敏症になっちゃったりとか、うん、交感神経が優位になりすぎてるとやっぱり胃腸に不具合が出るというのは、副交感神経が胃腸を司っている神経系だからってことなんですけど、うん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 、その自律神経が健やかだってい なんていうのかな概念というか考え方、うん、前もお話ししてる副交感神経ばっかりが実は主役じゃないんですよね、はいはい、交感神経の方が使われすぎてることが多くて、で副交感神経の出番があんまりないから、確かにバランスはその理由で乱れがちなんですけど、はい、車のアクセルとブレーキに例えられるみたいに、両方ないと、両方しっかり働いてくれないと、うん、心も体も健やかには機能できないから、うん、はい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 、ブレーキがどれだけちゃんと効くかなっていうのを確認するのと同じように、うん、はい、アクセルがちゃんとどれだけ踏みたい時に踏めてるかなって、うん、交感神経の健やかさを大事にしてあげるってことも実はすごく大事 で、はい、で交感神経は昼の神経、副交感神経は夜の神経って言われるぐらい、はい、やっぱ活躍する時間帯が違うので、うん、日中は心も体も元気に活動して、うん、夜は心も体も穏やかに落ち着いてって、このメリハリが非常に大事なんですよね、うんうんうん、今の話聞いたでも夜ご飯の方が大事なように思って、まあ、全部がね大事なんですけど、うんうん、そこ優劣つけれないんですけど、うん、でも朝起きた時にしっかりこう交感神経のスイッチが入って一日をこう健やかに始めていける、まずその最初の一歩、リズムをどれだけこう気持ちよく踏み出せるかで、一日の自律神経のメカニズムもやっぱり非常に大きく影響を受けていて、朝は交感神経をちゃんと目覚めさせてあげたいっていうのかな、それが朝ごはんの実は非常に大きな役目っていうふうに言われてるんですね。で朝起きて太陽の光を浴びることで私たちは実は覚醒が始まる、それも非常に大事な、太陽の光に青いプレスペクトル、ブルーライトが入ってて、それで私たちは朝だって察知して交感神経が目覚めていけるから、でプラス胃に何か入れてあげることによって体の活動がね始まっていくので、朝ごはんをないがしろにしちゃうと、いつ一日が始まったんだかよくわからないみたいな感じで、なんていうのかな、どん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 その影響が後ろに行っちゃうっていう、なんか
ミキゾーヨガを始めて朝ごはんを結構食べるようになったって話をどっかの動画でしたんですけど、うん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 、関係あるのかな、うん、あると思います、ね、あのね、まあいろいろなタイプの方いると思うから、うんうん、朝からちょっとしっかりした例えば固形物を受け付けませんみたいな人が無理して食べる必要はね、うんうんうん、ないんですけど、うんうんうん、でもやっぱり朝起きた時にちゃんとお腹が空いててご飯が食べれるっていうのも自律神経が健やかに働いてる、うんうん、夜の間に副交感神経がちゃんと優位になって消化しきってくれてるから、なるほど、次の食べ物なり栄養なり受け取る準備ができてるっていうバロメーターでもあるんですね、うん、なんか今の話聞いて不思議だなと思ったのが、昼ご飯って僕まずほぼ食べないんですよ。それは昼を食べると、うん、もう後半ぐちゃぐちゃになるの。すっごい眠たいし体重たくなるし集中できないし、まあ企画、うんうん、系のクリエイティブな発想なんかまず降りてこないから、うんうんうん、まあ昼はで極力食べないってもうマインドセットがそうなっちゃってるから食べたいとも思わない、うんうんうん、だけどヨガをしだして結構朝をねちょくちょく食べるようになって、うん、でもね不思議なのが朝ごはんは眠くならない。うん、うん、それってなんか昼ごはんだったらあんなに眠くなるのになんで朝ごはんだったらなんか活力になるのかなっていうのが秘密があるのかなって、だから何を食べてるかにもよるとは思うんですけ ど、うん、どやっぱお昼ご飯で特に糖質中心のメニューになっちゃうと、うん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 、ね、やっぱりその糖がやっぱりすごく分解するのにエネルギーもかかるし、うんうん、どんどんやっぱりそれで眠くなってしまうというのもあるけ ど、やっぱ朝ごはんを食べる胃に何かを入れてあげるプラス何を食べるかっていうのも非常に大事で、うん、あの一番大事、もちろんねバランスよく食べるのが一番大事なんですけど、うん、基本的というか一番鍵となる栄養素はタンパク質って言われてるんですね。朝タンパク質を取ってあげるっていう、うん、で今朝タンとか朝タンパク質タンカツとかね、そういうこと注目されてね言われ始めてますけど、なんでかって言ったらタンパク質っていうのはあのセロトニンをね、うん、作ってくれる、うん、なるほど、うん、でセロトニンそのものが自律神経を整えてくれる作用があるホルモンですけど、うんうんうん、セロトニンの何が大事かって言ったら日中セロトニンができたら、うん、それが夜メラトニンになって健やかな眠りをいざなってくれるっていう、だからセロトニンをしっかり取らないとメラトニンができなくて、うん、夜眠れなくて不眠でまた自律神経のバランス、メラトニンってのは何なんですか？あの睡眠ホルモンって言われる、あのそれが分泌されたらよく眠れるんだ。そうなんです、安眠ホルモンって言われる。だからよくこう飛行機の中でなかなか眠れない人はメラトニンのサプリを飲んだりとか、そんなのサプリになってるの、あるんですけど、でもサプリが悪いわけじゃないけど、タンパク質を日中取ってあげればちゃんとそれは夜メラトニンになってくれて、でしっかり眠れるってことは副交感神経になってるから胃腸がしっかり働いて食べ物消化しきってるから朝またちゃんと栄養を取り入れていく準備ができてる。面白い、だから、まあ、力蔵は夜3秒で寝れる。まあそんな自律神経ね、まあ、乱れてるタイプじゃない。そうなんですよね。僕ね、あの智子先生の話を聞けば聞くほど僕は自律神経完璧に整ってるなと。だけどね、珍しい方だと思うんですよ。ミキさんみたいなタイプの人の方が。だってっていうか、だから。なかなか夜眠れなくて悩んでる人とか、あとなかなか朝すっきり起きれない、もうご飯なんか食べてる記録も何、体もそんな状態じゃないみたいな、だけどもう会社に行かなきゃみたいな感じでね、フラフラ。あ、誤解なきように、あのミキゾは何も考えてないあの不安とかね心配事のないおバカだっていうふうに、まあ、思っていただいていいんですけど、おバカですから。ただストレスとか負ってる責務とか、まあ乗り越えなきゃいけない壁、仕事上の壁ってのはもちろんあるんですよ。なんですけど、なんかね、自分そこ折り合いをうまくつけれてる気がする。上手にあのコントロールできてるタイプ。その、なんだろうな、心のちゃんと、なんだろうな、逃げ場をちゃんと自分でコントロールできるなんか術を持ってる気が、話を聞けば聞くほど、思いました。まあでも今日は、なんと、自律神経を整える秘密に朝ごはんという、タンパク、まあ、この辺から角度って入ってくるね、朝ごはんね、タンパク質、朝タンということで、飲み物でもいいです、うん、食べるのがちょっと、ね、豆乳取る、はい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 、で今乳製品取る人は牛乳、カフェラテ一杯飲むだけでも空っぽよりは全然素晴らしい。ということで皆さんぜひ朝ごはんこだわってみてはいかがでしょうか、ということで今日も自律神経アンバサダー川原智子先生にお話を聞きました。あの鎌原智子先生の講座がですね、レギュラーで定期的に開催されております。こちらに詳細を載せておきますので、よかったらチェックして参加してみてはいかがでしょうか、ということで今日もありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは皆さんまたお会いしましょう。